はい、お願いします。お願いします。はい。そしたら、今日は、いっちーさんと6回目っていうことで、はい。前回まではね、コーヒーの焙煎機のことを話したりとか、いざ、コーヒーの生豆を買うときに何を選んだらいいのかとかはお伺いしてきたんですけれども、今日は、その、生豆を買いました。届きました。はい、で、焙煎、いざ焙煎しようと思ったときに、焙煎度合いっていくつか種類ありますよね。うん、ね、その中で、どの焙煎度合いにしたらいいんだろうって、いつもよく迷って、ね、焙煎士の方とかだと、なんていうかな、どういう基準で焙煎度合いを選んでるのかなと思って、豆の。はいはい。うん、ちょっとそこら辺聞けたら嬉しいなと思ってます。わかりました。うん、そう。はい、いっちーさんが中入りにしようって決める理由とか、はい、深入りにしようって決める理由って、はい、まあ、どういうところかなと思って。うん、なるほど。完全に私の場合は地域で決めてますね。うん、地域。うん、はい。まあ、エチオピアだったらこの焙煎度合いとか、はい、もうちょっと細かく見ると、エチオピアのこの地域だったら、この焙煎度合いとかもあるんですけれども、うん、まあ、ざっくりと国でいいのかなと思ってます。うん、まあ、もっと本当にざっくりと言うと、世界を4つの地域に分けて、はいはい、まあ、アジアだったら、まあ、深入り。お、中米だったら、浅入り。はい。南米だったら、中入り。からやや深入り。はい。で、まあ、アフリカはもう浅入りから深入りまで OK っていう。ああ、オールマイティってことです。オールマイティなことが多いですね。はい。まあ、深入りにするとちょっと耐えられない豆も多いんですけど、まあ、はいはい、OK かなと思いますね。ああ。その耐えられないっていうのはどういうことなんですか？深入りに耐えられないっていうのは。深入りまで、焙煎してしまった時に、もう旨味というか、うん、コーヒーの美味しさが全部なくなってしまって、あ、なんかちょっと焦げっぽくなるというか、はいはいはい、はい。風味が枯れるって、私は表現することが多いんですけれども、おー、枯れる。完全にその抜け殻のような味がするんですよ。なんかイメージつくような。イメージつく。なんかいろんな豆を焙煎を一番究極まで進めるとみんなその味に似たような味になっていくというか、はいはいはい、ような焦げたような味にたどり着くんですけれども、うん、まあ、その一歩手前、その深入りにした時でも枯れた味にならずに、その旨味とかその豆の個性がまだ生き残ってるっていう豆ですね。それがね、結構少ないんですよね。世界中探してもあんまりないかなというふうに思ってます。あ、なるほど。うん、そういう意味で深入りに耐えられないんですね。あ、そうですね。そういう意味で。うん、うん、で、わかります、まあ。そんな感じで地域によってざっくりと分けてますね。うんうん、はい、おお。まあ、でもこれはすごく参考になるかも。地域だけはね、絶対に人によってこの地域はこうって分かれてるわけはないんで、世界ね、みんなの共通の認識なので、うん、そこをもとに、まあ、自分がどういう、はい、コーヒーを飲みたいかっていうところで、焙煎度合いを決めていくっていう感じで。そうですね。まずは地域。うん、豆選びの時も地域だったんですけれども、うん、はいはい、焙煎度合いを決める時も地域がまず来るかなと思います。うん、その地域の味を生かした深入り、うんうんうん、あ、深入りじゃない、焙煎度合いを一さんの中ではだいたい決まってるって感じですか？決まってますね。はい。うん、うん、その例えばコスタリカだったら、ハイローストとか、なんかそういうのが、もうざっくり決まってますね。ああ、うん。コスタリカってどこやったっけ？もう地理からわからんから。まあ、中米ですね。中米。ああ。なんかもう、細かく言うと切りないんですけど、ガテマラでも、上テナンゴさんだったら深入りとか、アンティグアさんだったら中入りとか、
もう結構私の中で細かくがっちり決まっちゃってますね。おお、うん、そこはさすがやっぱり焙煎士の方ですね。すごい。じゃあ私の場合であれなんですけど、悪いんですけど、はい、まあ深入りにおすすめの豆を買いました。で深入りの焙煎をねやりました。じゃあ今度その深入りに焙煎したお豆を、はい、なんていうのかな、美味しく飲むためにこうポイント、豆の引き方とか入れ方のポイントとかってあります？引き方に関してはですね、はい、まあでも普通でいいのかなとは思うんですけれども、中引きですよね。中引き、うん、はい、はいはい、ペーパーで入れるときに一般的に中引きって表示されているところを選んでいい。そうですね、はい、うん、中引きでいいと思います、はいはい、ただ苦味が好きな方、深入り好きな方って苦味がね好きな方多いので、はいはい、もう本当に濃厚で苦いコーヒーが好きって場合は、やや細引きになります。そうですね、自然と、はいはい、逆にその苦いのが嫌、深入りは好きなんだけど、うん、強い苦味は嫌って方も中にはいるので、おその場合にはやや粗引きがいいのかなというふうに、はいはい、なので、はい、自分の好みによってちょっと調節してうん、やるのがいいかなと思いますね。あ、はいはい。じゃあ、まあ、最初の豆でわからないとか、まだ自分の好みが決まってないよっていう方は、とりあえず中引きで一回やってみて、はい、で、そこから自分がどう感じるかで、こう、ちょっとずつずらしていく、はい、調節すると。感じですかね。はい。はい、入れ方。入れ方、はい、はい。入れ方も、これも、ね、正解はないと思うんですよね。二通りの考え方があって、はい。やっぱりその苦味が好きな方、濃厚なものが好きな方っていうのは、うん、その味の傾向をさらに強めるような抽出の方法。あ、はい、はい。で、つまり、お湯の温度を、やや高め。はい。で、抽出スピードは、やや遅め。はい。そうすると、しっかりと苦味成分が出て、味も濃厚になるので、はい、まあ、酸味もね、うんうん、感じなくなりますし、うんうん、ルミさん好みなのかなと思います、はい。深入りのコーヒーなんだけれども、苦味は嫌だと、うん。で、なるべくマイルドにバランスいい風味で飲みたいっていう方が多分多いので、はい、それとは逆のやり方をやることが多いですね。なるほど。逆。逆。つまり、お湯の温度は低め。はい、で、抽出スピードは、まあ、多少早めですかね。早めまではやりすぎかな。普通でいいと思うんですけれども。普通ぐらいでいい。お湯の温度を、抑えめにすることで、強い苦味を出さないようにする。そのところですね。深入りのコーヒーの、まあ、引き方、入れ方。うん、あと、一つ、深入りのコーヒー豆で注意点があるとしたら、はい、はい。深入りの豆って、それだけ熱を加えてるので、はい。組織は脆いんですよ。はい、ああ、はい、はい、はい。要はも、浅入りの豆よりも、豆の組織は壊れて、穴だらけの状態。はい。はい、まあ、すごい、穴だらけっていうのはもう顕微鏡で見たレベルの話なんですけど。はいはい、はい、はい。なので、劣化しやすいんですよね。あー、なるほど。香りも抜けやすいですし、味も劣化しやすい。うんうん、酸化しやすい。はい、はい。ので、浅いの豆よりは、まあ、鮮度が大事かなと思います。早めに飲むのがいいのかなというふうに。うん、その早い目っていうのは大体どれぐらいですか？その一般的にはね、はい、焙煎後2、3日から2週間ぐらい？そうですね、はい、うんうん。って言われてますけど、そこぐらいの目安でいい。そのぐらいの目安でいいと思います。いいんですか？はい。よかった、はい。で、深入りの焙煎だと結構スモーキーなね、うん、味、香りが最初すると思うんで、やっぱ3日間ぐらいは寝かせる、はい、
のがいいのかなとは思うんですけれども、まあ、でもここまで気にしなくてもいいかもしれないですね。そうですね。なんかね、時々、焙煎がね、間に合わなくて、当日とかに飲んだり、うん。当日、なんか味がすごく曇った感じしません。濁ってるというか。濁ってる。うん。うん、ちょっと飲みづらいのは飲みづらい。ルミさんの場合もただでさえ濃いから、多少濁ったところで、あまり感じないかも。はい。本当に正解はないので、うん、その私が枯れた味とか表現してるその、うん、例えば中米の豆とかを深入りにするとすぐ枯れた味になったりするんですね、はい、ただその味が好きっていう方もいるので、うん、あ、はいはいはい、まあ本当に何がね自分の味覚に合うかって本当に人それぞれなので、うん、こういう話は したんですけれども、まあNG なしでいろいろ試すのも一番楽しいのかなというふうに思います、ね、うんうん、まあ、そこがね、なんかコーヒーのね、焙煎とかにハマっていかれる方のうん、うん、ね、ポイントなのかもしれないですけど、はい、うん、どうです、世間一般的には深入りって珍しいんですか？深入りが好きな方が多いか少ないかってことです、うん、そう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 、もうほぼ深入り好きの方が多いと思いますね。あ、そうなんですか、深入り好き？はい。おお。で、接客してると、もう8割、9割が深入り目当てのお客様ですね。あ、そうなんですね。私なんか女性の方は、割とモカとかの、ああいう酸味が強い傾向のものが好きなのかと思って。もちろん女性のね、方ではそういう方もいらっしゃるんですけれども、うん、もう圧倒的に少数派だと思いますね。あ、そうなんですか。へえ、意外。意外ですよね、うん。うん。なんか私自分もちょっと、うん、変わった方やと思ってたんですけど、一般的でよかった。まあ、ルミさんほどの苦味が好きなレベルの方あまりいないかもしれない。あ、そっか、ね、深入りが好きな方でもマイルドというか全体的な味のバランスを整えられてる方が好きっていう人の方が多いってことですね、さっきね、うん、なるほど。とにかく酸味を嫌う方が多すぎるんですよね。あ、はい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 、もうほとんどの人は酸味嫌うので、はい、やっぱり深入りの豆の方が売れますね。はっきり言ってます。はいはい、なんか私がまだコーヒー焙煎されたねコーヒーを買ってた時って、深入りが好きなんですって言うと、よく炭火焼きとか、あ、はい、なんかそういうのを勧められたりすると、はい、炭火って聞くとね、焼き鳥とかも美味しそうな気するじゃないですか。確かに、ね、だからついついうん、買ってたんです、それを買ってたんですけど、それはやっぱり本当に美味しいんですか、炭火とか作ると。そうですね、炭火は美味しいイメージがすごいあるので、やっぱり、うんうん、売れるお客さんの気を引くために炭火で焼くっていうのがよくねコーヒー豆でも行われてるんですけれども、はいはい、何とも言えないなというふうに個人的には思ってまして。あ、そうなんですね。炭火って遠赤外線効果で中もよく火が通るじゃないですか、うん、はい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 。でもコーヒー豆って構造的にそもそもよく中に火が通るようになってるんですよ、はい、よく中に火が通る、はい、焙煎していくとその外側から熱は加わって、うん、でまあ、外側から焙煎が始まるのはもちろんなんですけれども、はいはい、コーヒーって真ん中に線入ってるじゃないですか、センターカット、はいはいはい、であそこから熱が入り中に入り込むので、はい、外側と中と同時に焙煎がの化学反応が起こっていくんですよ。あ、そうなんですね。中じゃあ火入りやすいんですか？そもそも中火入りやすいはい、はい、なのでそこにさらに遠赤外線効果を加えてしまうと、ちょっと、はい、過剰なカロリーが加わってしまって、あ、だからちょっとね、中が焦げてしまうというか、焦げっぽい味になることが多いんですね。はいはいはい、はい。適切な焙煎
を遠赤外線でもやる方法はあると思うんですけれども、うん、傾向としてちょっと熱が加わりすぎて焦げっぽいものになることが多いのかなというふうに、うん、まあ、個人的には思っています。なんかイッチーさんと話してるとこう固定概念的にいいと思ってたものが、なんていうかな、崩れていくというか。ああそうですか。うん、固定概念的にいいと思ってた、いいと思ってるから、まあ、値段が高くてもしょうがないと思ってたっていうところがね、ちょっと崩れてきて、あ、もっとなんかあの自由でいいんだと思ったり、値段にとらわれずに美味しさを、ね、はい、堪能して、なおかつ値段が安いものからね、自分の好みを見つけられるといいなって思いました。 ありがとうございます。いや確かにコーヒーは分かりにくい分、はい、なんかグレードとか炭火とかいろいろごまかされてる部分があ る、はい、あると思いますね。そういうあのコーヒー豆の本質的なところを知って自分でコーヒー豆選べるようになるといいなと思いました。ポイントさえ抑えれば、誰でもできる、簡単にできることなので、ポイントって少ないじゃないですか。はい、はい、なので、まあ、すぐ分かるようになるかなと思います。ある程度こう一つ、最初は一つのコーヒーのメーカーさんというか日本で販売してる先を決めて、自分の中でこう地域の味の違いとかを確認していくのが早い感じですかね。自分の中で味をつかむっていうのは、分かりやすいと思います。まあ、信頼できるお店を見つけて、そこからいろいろ買うっていう、買って試してみるっていうのが一番いいと思います。あ、はいはいはい。確か、イッチーさん、おすすめの豆屋さん、はい、何銭だったかな、何銭だったかな。ありますね。はい。ね、出されてますよね。ブログ記事にしてます。ね、記事出されてます。私、それを読ませていただいて、はい、私はワイルドコーヒーさんのを、ずっと買ってるんですけど、はい、ね、あのワイルドさんはやっぱ しっかりね、あのセレクトされてると思います。あ、そうなんですね。はい、なので、あの失敗がないっていう感じだと思います、ね。はい、結構信頼できる業者さんですね。うん、確かにね、美味しいです。すごい、あの老舗で、あの、もう何十年も営業されてるね、卸問屋さんなので、やっぱりそういうしっかりあのされてるんだと思います。社長さんもね、すごいね、職人気質で。あ、そうなんですか。そうなんです。あの、まあ、いい意味でコーヒーオタクというか。すごく、あの、なんだろう、信頼できるなって思います。ああ、じゃあ私ワイルドさんに決めて、ちょっとしばらくいろいろね、やってみたいと思います。種類も多いですしね、取り扱い。そう、すごく種類多くて、本当に最初ね、選ぶときね、頭抱え込みました。そうです。私は何を買ったらいいんだろうとか思って。いや、まあどれ買ってもいいと思います、ワイルドさん。まあ確かにね、こ今まで買ってきて、これはな、ちょっとなっていうのは、ないかな。100g 単位で買えないところだけがちょっとね、あれかなと思ったんですけど。ああ。まあ、普通に500とか1キロとかの単位で買う方はすごくいいと思います。あ、はいはい、ありました。今日も参考になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそ。はい。はい、ありがとうございます。またね、これからもね、イッチーさんが知ってるね、コーヒーの楽しみ方みたいなのを聞けていけたらいいかなと思ってますんで、お願いします。ジャボさん、の2回連続コーヒー、3回連続かな、コーヒーネタが続いたので、2回連続か、はい、なので、はいはい、ちょっと料理のことを今度はね、ルミさんに聞きたい。ありがとうございますので、よろしくお願いします。はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた。バイバーイ。